はいどうもハムスターです。今回ですね、こちらジンジャーの6月号を買ってきました。お値段は特別定価850円でございます。そして今回の付録はですね、このバナナ柄トートバッグでございます。これからの季節にね、ちょうど良さそうなトートバッグですよね。どんな感じなのか実際開けて見ていきたいと思います。はい、それではね、開けたいと思います。せーの、じゃんじゃんと。はい、箱からね出すとこんな感じなんですけども、紐がねこういった感じでまだね繋がってない状態ですね。先にサイズだけ見ていきたいと思います。高さがね38センチ、横の幅34センチで、厚みがですね 7.5 センチになっております。触った感じがね、わかります、このちょっとこうパキパキしてる感じ。素材表記の方がですね、ポリエステルと綿ってなってますね。正面にねこのバナナの柄が可愛いですね。下の方にねロゴが入ってますね、バナナリパブリック。後ろは特に何もないです。でポケットっていうポケットとかそういうの全然ねない、ほんとシンプルな感じで。で内側もねこんな感じです。内側も特にねポケットとかないです。でね、なんと撥水加工ねされてるみたいです。なので少々ねこう水がねついても弾いてくれる、そういった素材感になっております。いいですね。でこう持ち手のね紐がちょっとこうまだついてない状態なんですけども、こう長さがですね、この端から端まで、約だいたい86センチでございます。じゃあ早速ね、ちょっとこれ持ち手もねつけていきたいと思います。写真で見たらね、こう内側からこの穴を通して、ここでねなんか結んでますね。でこれでね大丈夫。はい、こんな感じでね今こう持ち手の紐を結びました。このね持ち手の紐結構ね
構持ちやすいですね。ロープみたいな感じですね。いやめっちゃこれ思ったより全然いいかもしれない、結構ねいい感じの大きさなんですけども、雑誌と比べるとこんな感じです。このね神社のね神社の雑誌も余裕で入りますね。縦に入る、横にしてもね入りますね。そんなね街がね厚くないので本当使い勝手もね良さそうですよね。はい、今回はジンジャーのね6月号のこちらの付録、バナナリパブリックのバナナ柄トートバッグ、こちらの付録開封動画でございました。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンぜひよろしくお願いいたします。それではまた。